黒魔族のカーテン。ボリューム1で登場した、闇属性、魔法使い族のレベル2、通常モンスター。第2期にあたる、2001年に登場した、通常魔法、黒魔術のカーテンの知名度に押され、こちらが先発ながら、名前を間違えそうになるカード、として扱われることが多いが、ボリューム2に収録された、レベル4、光魔法使い族の、ホーリーエルフと共に、カオスウィザードの融合素材となるため、現在のレベル2、闇魔法使い族の通常モンスターとしては、唯一、融合サポートに対応するなど、使い道があるという点で恵まれている。第9期、第11弾に登場した、ガーディアン、桜に幕のイラストには、このカードの腕と思われるものが描かれていた。プレイステーション2用ソフト、新デュエルモンスターズ2の 3D モデルは、カードのイラストのイメージとは、大きく異なるものとなっている。アニメ、ノア編、第104話、デッキマスター、ジャッジマンの裁き。ビッグ5の一人、ビッグ3、大岡筑前が召喚し、融合素材に使用された、